本日はライジンファイターの朝倉未来選手が9月25日に行われるスーパーライジンフロイド・メイウェザー VS 朝倉未来の記者会見にて、フロイド・メイウェザー選手の通訳役として壇上した平本蓮選手に対して気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。平本蓮選手は8月31日ハワイにて行われたスーパーライジン記者会見にて、フロイド・メイウェザー選手の通訳役として壇上し、朝倉未来選手に対して、朝倉未来は俺くらいお金を稼いでから生きかれとメイウェザーさんが言っています。朝倉未来のブランドはダサい、メイウェザーのブランド TMT を見習え、朝倉未来はメイウェザーのパンチで鼻がナスのように腫れ上がるなど、朝倉未来選手に対して揶揄する発言を繰り返し、このメイウェザー選手の通訳役として壇上した平本蓮選手のパフォーマンスに対して、記者会見後ファンの中では、ハワイでの会見でメイウェザーの通訳を平本蓮がするという茶番がめっちゃ面白い、このコントを容認したメイウェザーが少し好きになったわ、メイウェザーと平本蓮がタッグ組んで平本がメイウェザーの通訳の体で朝倉未来煽るっての爆笑した、平本蓮とメイウェザー最高気持ちいいなど、メイウェザー&平本蓮のコラボに対して称賛の声が上がる一方、メイウェザーの朝倉未来へのパフォーマンスなのか知らないけど、2人は置いといて平本蓮マジでダサい、結構ショックだよ、こんなんただのスネ夫じゃね、俺が格闘家だったらメイウェザーだったとしても絶対にこんなクソみたいな仕事を引き受けない、ブレイキングダウンはダメなのに平本のことは面白いとか言ってるやつ意味不明すぎて草、ただ単にミクロのこと嫌いなだけやろ、演技だとしてもメイウェザーなんかにペコペコするとこを世界中にさらして日本の恥やで、ミクルの金魚の糞たちと平本の何が違うのかマジでわからんから誰か教えてくれなど、平本蓮選手のパフォーマンスに対して否定的な声も上がり賛否を呼んでおります。そんな中、会見から5日後、朝倉未来選手はアベマ格闘技チャンネル内にてメイウェザー選手の通訳役として壇上した平本蓮選手について語り、あのパフォーマンスについては別に全然って感じですね、ただただ平本蓮が落ちるところまで落ちたなって、本当に平本蓮は眼中にもないただの雑魚なんで、でもエンターテインメントとしてはいいんじゃないですか、茶番が見れて面白かったんじゃないですかと語り、再三煽りを入れられていた平本蓮選手に対して、何も思わない、エンタメとしては良かったんじゃないですかとクールに返答し、まさかの回答をしております。注目の集まる朝倉未来 VS メイウェザーの行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。